とりあえず続きはお互い一度持ち帰って冷静に検討ということで、今日のところはこれでお開きの前に、サイン色紙、沢村さんと私の、そう、冬込みへの決意表明とか作品のプロモーションとかで、冬込みまでの間はどこに飾っておくわけ？一番みんなの目につく場所にさ。つまり凛々くんの部屋ということね。それに霞歌子と柏木絵里のサイン色紙ならネットオークションに出したら結構な値がつきそう。無名作家の落書きなんかが混じった色紙なんてまるっきり価値ないわよ。あら、商業デビューもしてない自称イラストレーターが何か言ったかしら。